の効果の実例を見ていきましょう。またインシュトピロリの話に戻ってきますね。質問でもあったですね、自己選択の、調査研究の、みんなボランティアで参加してきますよね。まあ、そういう時の選択バイアスっていうのを、DAG で可視化していきたいと思います。デザインがですね、今回、アンケート調査、まあ、調査研究ですね。で、調査研究ってことはですね、これ参加者進んで参加するんですね。で、参加する人たちはまあ理由があるわけですよ。で、それをちょっと見ていきましょう。まあ、例えばですね、健康習慣っていうのがこの前のダグでもありましたけれども、変数としてあります。で、健康習慣に気を使う人はこれは飲酒を控えますよね。で、健康習慣に気を使う、要はリテラシーが高い人たちは、こういう調査研究にもやっぱり参加しようというふうになるので、研究に参加しやすくなります。一方ですね、この除菌失敗というのを考えてみたいんですけど、家族で、例えばお父さんとか、兄弟とかが、除菌失敗していると、あ、僕もなんかちょっと心配だからこういう研究に参加しようっていうふうになるかもしれませんよね。っていうので、家族歴があったりすると自己選択されやすくなります。で、家族歴があるってことは何か共通のその除菌失敗しやすい遺伝子、まあ、これあることにしましょう。あったりするので、除菌失敗っていうのも引き起こしてしまうと。いうふうになるので、矢印が除菌失敗から Y に引かれます。で、私たちはこれ調査研究で自己選択してきた人たちを選択して研究を行うわけですね。進んで参加した人を選択しているので、これはまあ選択バイアスになってるんですが、これが DAG 上でどんな関連の流れとして出ているのかっていうのを視覚的に見ていきましょう。今 A から Y への流れがありましたね。で、この他にも関連の流れがないかなっていう目で見てみてください。私たちはこの流れを推定したいんです。この効果を見たいので、他の関連の流れがあると、これは推定結果に歪みが生じてしまいます。実はこれ、あれですね。A から健康習慣、健康習慣から自己選択、自己選択から、除菌失敗、除菌失敗の家族歴、除菌失敗というような関連の流れがあるわけですね。この流れを何とかブロックしないと、これは選択バイアスです。選択バイアスが起きているので、結果が歪んでしまうということになるので、これをブロックしたいんですけど、どうやったらブロックできますかと。A 飲み忘れ Y のところは関連を残したまま、その下の経路を閉じてあげたいわけですね。行楽を調整するっていう考え方じゃなくて、この関連の流れをブロックしたいっていうようなつもりで変数を選択します。そうするとですね、例えば、家族歴っていうのを調整するとどうなるかっていうと、これブロックされるんですね。この除菌失敗っていうのは自己選択と Y に対する共通の原因なので、そこを調整してあげると関連の流れがブロックすることができます。つまり A 飲み忘れ Y の効果を見たい時のその他の経路を、遮断することができましたね。ということで、共通の効果っていうのを調整する、あるいは選択するっていう言い方をするのが正しいかもしれませんが、選択すると関連の流れが生じてしまいます。で、なので、そこのコライダーのところは選択されていないかっていうのは、すごく気を使わなくちゃいけないんですね。ダグを書いてみて、コライダーがあったら、そこを選択していると関連の流れができてしまうので、そこ選択してないよねっていうのを注意してみないといけません。で、選択バイアスが起きていると、これはまた効果の推定歪んでしまうので注意が必要になるんですけれども、今やったのを考えてみると、選択バイアスがあってもこれ DAG で調整できるってことが分かりますか？さっきのところで、自己選択してきてしまう人たちっていう人を、の、関連の流れっていうのは健康意識と家族歴があるから自己選択してくるっていうような図を書いてましたね。まあ、それが正しい、不審に正しいかっていう問題は置いておいて、
もしそれを想定してるんであれば、選択バイアスがあったとしても、健康意識、もしくは家族歴を調整すれば、そこの関連の流れは止まるはずなので、選択バイアスが起きても、それに実は調整で対処できるっていうのが、今回新しい知識として持って帰ってもらいたいポイントかなっていうふうに思います。